藤田真二は日本中央競馬会の元騎手。霧の名はスターダストプロモーションに所属のタレントである小川千尋。北海道出身。ニーカップ町の名隊牧場内で生まれる。1991年に騎手免許取得。初騎場は1991年3月2日。中京競馬第一競争のハイビスカスマミー。同年3月9日。 中京競馬第一競争巻き場スクリーンで初勝利を挙げる。同年ローザンコンダクトでラジオ短波杯3歳ステークスを制止重賞初勝利。1992年エリザベス女王杯竹野ベルベットで GI 初制覇。1996年ダービー、不採地コンコールドで戦後史上2位の若さでダービージョッキーに。1997年有馬記念。 シルク・ジャスティスでエアグルーブとマーベラス・サンデーを差し切り優勝。2004年に特別模範機首相を史上最年少で受賞し、2010年には2度目の特別模範機首相を受賞した。1996年より2008年まで12年間、レースでの起乗停止がなかった。2006年12月21日、立東市内の飲食店で従業員に対し暴行を働く。 これに対し、日本中央競馬会では、翌日より藤田を、帰上停止とすることを決め、最終的に、翌2007年1月7日に、3ヶ月の帰乗停止が発表された。なお、2006年度のフェアプレー賞の受賞も内定していたが、この帰乗停止により、30日を超える、帰乗停止以上の制裁を受けた者、審判部長の指定により再教育を受けた者は除く。 という内気に抵職したため除外されている。2015年9月6日、現役を引退することを表明した。9月6日の第2回札幌競馬第7競争で勢いに起乗し10着となり、これが藤田の現役最終起乗となった。藤田は引退に際して JRA へ、騎手免許の取り消し願いを提出し、翌7日付で JRA から正式に引退が発表されている。 引退直後の同年9月8日には、札幌、すすきの2バー、ホボーリーをオープン。自らも店に出て接客するという。その後、2017年3月14日付、産経スポーツの記事で、北海道競馬での騎手復帰を目指す意向であることが明らかになった。9月15日に、門別競馬場で行われた騎手免許の一時試験を受験したが、不合格となった。 合格していれば、藤田は史上4人目となる JRA 機種の名への移籍となっていた。作家の亀和田武史によると、藤田は自身がフェアプレー賞を複数回受賞した誇りから安全な機場に関したの機種に苦言を提することがあり、時としてそれはレース後の兼量室で若い機種を締める行為に現れることがある。この点については藤田自身、著書、 騎手の一部において若い騎手が、藤田さんに怒鳴られたと萎縮することになるかもしれないと認めた上で、あくまでもお互いの安全を重視してのことと述べている。中央競馬の元騎手で、競馬評論家の安田康彦は、あの人の競馬知ってるほんまうるさいで。と前置きした上で、藤田の騎乗の特徴を語り、レース中に自身が騎乗する競争馬の進路を開けるように藤田は、大声で騒いだ上、 従わない機種に対しレース後に食ってかかる傾向があり、競馬学校の同期に当たる安田でさえ、ほんま流行ったらあかんことと認識しつつ、うるさく言われるのが嫌で、藤田の言いなりになっていたと告白している。安田は藤田を、あの人は、客観的に物事を考えられないと評している。しかし、安田は心底より藤田を嫌っていたわけではなく、 競馬最強の法則2017年11月号では、藤田の競馬学校時代のことを、競馬学校では、布団の隅を合わせて畳む貴重面な男であったと、簡潔ながらも、藤田の貴重面さを評価していた。謝辞は統一 GI ジェイプニー、因はジェイプニーを指す。ありがとうございます。